はい、今日はぼっちなので、先ほどのゲームのリベンジ、録画失敗のリベンジでもう1ゲームだけやって今日は撤収したいと思います。はい、これはなかなか厳しい取り出しから始まったようです。4番と8番しかなさそうですね。これ8番しかなさそうなのでいきますが、これは跳ね返った後1番狙いぐらいしかなさそうです。はい、1番ここですね。私のボラードの考え方のお話なんですけども、いろんな方とお話聞いたときに、ボーラードはストップショットがメインだとか、3個先まで読めとかという話を聞いたことがあるんですが、私はそれはある意味制約をかけてしまっているということで、エニーボールという大事な要素を殺してしまっていると考えます。なので私はもう本当に入れた後にどれかこれか3個2個あるところのエリアを探して、そこに手玉を運んでいこうという考え方でボーラードはやってます。はい、9番見えるのでちょっと引くと10番見えるんで引いておきます。はい、10番が見えてます。はい、これで気持ち引きすぎた感がありましたけども、1番が見えてます。10番が見えてます。これで、どうしましょうかね。この流れはちょっと嫌です。少し前に出てって10番狙えそうです。はい、これで10番が狙えるので、ちょっと止めとけば5番が狙えるから、そこのところからなし崩ししていきたいんですが、ここで7あります、5あります、2あります。なので3からいきます。はい、これで7があるので、ほんのちょっと壁ぶつけた方が良さそうです。はい、これで2が見えてますから、はい、2のフリーでいくと、この4番がこれ壁に近いので、こっちとこっちしか狙えない。まあサイドも一応ありますけども、4を処理するのにどうするかというところなんですけども、一応これ4に近づけます。はい、これ4に近づけても真ん中なので、5もあるし6もあるしみたいな保険は考えてます。はい、この振りだと、そうですね、一生懸命頑張って引くとこっち来ちゃう。で、そうですね、5番が見えるところにいれば十分だという考え方ですね、これ。はい、5番が見えてます。5番が見えて壁に当たって跳ね返ってれば再度狙えるので、まあ緩めに壁に当たればいいでしょう。はい、これで6サイドというところが見えました。はい、まず1個目ストライク。それとこの球を台に上げるときなんですが、こういうふうに音立てないようにお願いしたいですね。このスレート板の音ってこれ騒音なので、マナー的にあんまりよろしくないかなと私は考えてます。できるだけ静かに音を立てないように上げてください。その方がなんかおしゃれな感じはします。見てて気持ちがいいですね、そういう方は。皆さん周りに配慮できてるかなというふうに思います。ですからマイキュー持ってらっしゃる方は少ないかもしれませんが、まあ、ボールの、お皿ごと持ってきてガシャーとひっくり返すという音は非常に騒音なので、
できるだけ配慮していただけたらいいかなと思います。騒音に関してはジャンプもそうですね。ジャンプもスレート板の音がかなり激しく聞こえるので、あまりお客さんが周りにいるときにジャンプの練習はあまりしない方がいいと思います。1球2球ならいいですが、10分20分続けるというのは良くないと思います。今一番穴に近い球から攻めようと考えました。これは6番がねちょっと厳しいんでね、8番にアタック、はい、できなくても6番があるであろうと思いましたけども、ちょっと薄いですね。ギリギリ入ってくれました。危なかったです。はい、これは1番も7番もあるので2番使ってちょっとだけ前行ってもいいでしょう。はい、これで位置があって少し引いて8番9番見えます。はい、9番を使って跳ねてもいいですし、7番を使ってこの3つの真ん中に入ってきてもいいですね。私真ん中入っていきます。はい、これで何か感覚あるだろうという読みですけども、はい、これでちょっと引いて3番、はい、これで3番はまず確保で、ここ来てからどっちが楽なんだっていうふうに考えます。これだとこの振りだと3番でこっち入っちゃうと5番狙えるので、はい、こっちで5番行ってこれ狙えるとこに来ます。気持ちを押してやればいいだけ。感じで2つ目成功ですね。ボーラーでは前にも言ってますが、もう本当に宇宙です。もう毎回毎回同じ球を突くことはまずないですね。というのはその球の配置に似た球があったとしても、手球のコントロールでミスをすれば当然プラン B、プラン C に変えなきゃいけない時がしょっちゅうなので、形にはめてこうだああだというのはまず不可能です。ですから問題はその配置にどう対処していくかというパズルの解き方が勝負です。あ、今ちょっと思い出しました。このどなたかも言ってましたけど、このチョークを塗るときに台の上でこう塗るという人は、これ台に粉を散らばしてますから、これお気をつけください。お願いします。極力台から外れたところにしてください。どうしてもこうついててこうなっちゃうともう台の上に落ちるんで、できるだけ外したところでこすってください。そうしないとラシャーが汚れるというだけですから、自分にとっても損です。ここら辺がちょっと意地悪い球なんですが、厳しいですねこれね。ちょっとコンビでいっておきましょうか。やらなきゃよかった、今のは悪い見本ですね。他に何ほどもあるのにリスクの高い球を選んだという私の責任でしょう。はい、これはちょっと回していきたいので引き入れながらひねります。
これ1番が真正面なので止めて2番狙い、2番狙ってそっち抜けていきましょうか。これで6番が見えるはずです。はい、6番が見えたので、その裏抜けてこっち出てきたいかなっていうところ。はい、抜けて出てきましたけども、はい、これはもう9番でまた一回りですね。これはい、いいとこ行きました。これでちょっと引き入れて3番狙い、これもちょっと引きでなんかしたんですね。7番、はい、これで壁使って10番狙って終わると。はい、無駄なことしましたね、本当に。配置的にはあと簡単そうなコンビだったんですけど、突き面で縦級だというところを私は見過ごしました。縦級だとほんの数 0.5 ミリずれるとカーブ入っちゃうので狙ったところに行かないんですね。その辺が注意力散漫というところで今ミスしました。はい、これもちょっと意地悪い配置です。大体はこの対角線状態にこう放射線状態に並んでるんですよね、これ。なので全てがこう球を邪魔している角度にいるんで非常に扱いづらい配置です。もう安全牌から行くしかないので、これ2番行って真ん中に戻ってきます。はい、これで9番は狙えます、1番狙えますですね。9番狙ってちょっと引いておきます。これで5番7番、はい、これ7番狙えるので7番をいっときましょうかね。多分5番より7番の方が外側にいるんで5番はこっち入ってくるんで、食いしめる可能性あります。ね、はい、これで4番が見えるという球です。当然1番も見えてますが、4番で3番狙いになりそうなのでちょっと引きで入れて、はい、これでいきます。で3から真ん中に戻したいというところがあるのでひねり入れて引き球ですね。はい、これで一応真ん中には来たんですが配置的にあまり好きじゃないですね。はい、これ位置入れて壁使って跳ね返します。はい、これで6が狙えるというところで、6狙ってここ来てこっちまで来ないと10番狙えないので結構頑張ってつかないといけない。思ったより向こう行きましたね。はい、これ5番ギリギリ、もうそーっと行くしかないですね。はい、10番はある、8番もあるんですが10番から行きましょう。これ押し抜いていくとこっち出てきますから押します。頑張って、頑張って、ちょっと足りないかな。あー、きついですね。もうカットギリギリです。はい、助かりました。危ない出しですね。
押し抜きがちょっと甘いです。返す返すもさっきのコンビのミスは本当にあの他に球があるのにあれを言ったという後悔しかありません。他にないなら言ってもいいんですけど、他にいくらでもあったのにあれから言ったという、あれは一種のおごりですね。あれはもう完全に後悔しかないですね。はい、これは比較的流れが出そうないい球かなというふうに思います。一回真ん中に戻りましょう。はい、これはこれでよしです。9番見える6番見えるという球ですね。これは、8番がこれあのここの球のキーポイントになります。9やっつけても3番しか見えませんね。これはい、3番が見えて7番が見える。7番が見えるので、ちょっと配置が好きじゃないです。7番で気持ち引いて6番サイド、はい、6番サイド行きました。これでストップです。はい、これで3番10番見えてると思います。4番も見えてると思います。はい、これで、一応10番見えてますから1番蹴りましょう、8番のために。はい、で8番をクリアできます。はい、引きます。引いて3番見える、1番見える、4番見えるというところですね。はい、ここで4番に振りがあるので引いてまたこのエリアに戻していきたいと思います。はい、おおむね来ました。で3番があるので、ちょろっと行って2番がサイド、はい、これで、2番入れて1番を攻めれますね。はい、これあの壁使っていいです。はい、うまくいきました。皆さんあのボーラードはあの点数がいかない間は非常にあの1個2個3個落としてはラックの組み直しみたいなことで、屈辱感を味わうというようなところで、ボーラードが嫌いになるというお話がよくありますね。しかしながらボーラードはプロテストのテスト種目なわけですね。要するにテスト種目という言葉通りテストなんですよ。自分のスキルを測るテストなんですね。なので自分を点数というはっきり見える点数という形に具現化されてしまうので、その点数を測られることっていうのを嫌いますね、人間みんな。もう学校の時代からテストになると嫌というのはもう当然皆さんの心情は一緒のはずです。要するに採点されるということが嫌いなわけですね。なので皆さんボーラード嫌っちゃいますが、でも自分のスキルのレベルがどのぐらいなのかを測るには最適のゲームなので、これはぜひとも
悪くてもいいからやり続けておいてほしいなと思います。きついですねこれまた。ああずれましたねやっぱり、遠い球はもう 0.5 でもずれたら入らないのでリスキーですから、まっすぐに見えても遠い球はリスクがあります。2つをどうするかですね。2番からいきますか。よく拾ってくれました。これ新打者のおかげですね。新打者じゃなかったらこれ今がこってる球かもしれません。これ切り返して5番10番の裏入ってきます。はい、この球をなんとか処理したかったんでちょうどいいとこ行きました。5番にアタックで4番、これ4番があったんでこれをやっただけです。今はい、今6番狙いで左ひねっておきましたけども、はい、これで、遠回りですけども、遠い球狙うより穴に近い球狙った方が確率論はいいというふうに、考えますから、私は多分6を行きたいんですが、位置もとりあえず入れれそうなので、位置で6狙いになるかな。きついですねこれ。やっぱり6から行きましょうかね。多分6から行った方がなんかつながりそうな気がします。なんとか行きましたね。これで、ギリギリ、5番が楽なので5番跳ねてサイドに来そうです。はい、1番サイド狙いました。いつもお話ししてますけど、私最後にこの球が残るんですね。この辺の球が、これいつか中継点に使える保険ということで、行ったり来たりの中継点に使うために残っている保険であったり、真ん中辺にある球っていうのは6箇所の球どこでも狙えるんで、多少の出しミスが、許される球なので、最後あの球が残ってるというのが結構多いです。今7フレーム目終わったとこかな。先ほどの録画できなかったリベンジなので、なんとか頑張りたいと思ってますが、この3つはこれ全部それぞれ、邪魔してますので、結構厄介な球になりました。8番がやっつけれそうな場所っていうのがあるんですけど、この薄さでは止まってくれません。一応これ7狙いのとこに運びたいとこです。ここ来たかったですけど弱いですね。
まあ、1、5番もありますから心配はないです、これは9番狙いでもいいですし、これ本当は1番狙いが私やりたいところなんで押します。1番狙いですね、これね。まあ、9番もやってもいいんですけど、私はこの1番をなんとか処理したい。1番を処理して2番が見えるところで止めたいところです。はい、これで2番見えて手玉ここくればこの2つ処理できるので、まあ、一応思惑通りというところですか。はい、これはあのさっきの3つ の, あの嫌な配置をクリアできるところになんとか来ました。この配置だと、まあ、向こうの壁に当たれば7番3番、はい、これで3番で壁に当たって7番狙い。はい、ここで引きを入れて、この辺まで来ちゃいたいところです。はい、これで4狙えますね。4を狙っておいて押して向こう側に行くことによって再度狙えるという球です。はい、とりあえずサイドは狙えますが、8番にどういう振りで入るかというところになりますが、もうちょっとこっち来たかったんですけど、まあいいとこでしょう。はい、まあまあうまくいってます。今7フレーム終わりました。8フレーム目。これ今新打者なので、レール際に触れてもここ滑りが良くて拾ってくれてます。ラセが古いとここ入った瞬間に逆回転摩擦でクッションから飛び出ようという回転になってしまうので、新ラセだから滑って入るという今恩恵を受けてますから、まあまあ入ってます。はい、これもちょっとややこしい球です。1回回して楽なとこを探しました。これで3があって楽になりましたね。9を狙えます。9狙って8狙いの球。今も新打者だから拾ってくれたような球です。これストップで5番見えてますから5番が保険でした。おかげさまでですね、これは。はい、これで緩く入れといて10が見えますから1回引き入れましょう。はい、これで2が見えました。2が見えて押していくと64が見えるところ、これひねっときます、右ね。それじゃないとこっち来ちゃうとまずいんで。ここで、これは穴前なので、最後でもいいでしょう。だから、7番処理するのにちょっと押してひねります。はい、これで向こう処理できますね。で、これはまあほとんどまっすぐなので、直引きでいいです。はい、なんとかいいとこ来ました。なかなか順調に進んできてますね。リベンジとしてはなんかいい感じで終われそうです。
よほどのことがない限りなんとか200アップはいけそうなところです。まあ、私の考え方というか、うちわの仲間たちに話しているのは、まず中間距離の優しい球を 100% 入れれるようにまず練習しとけというのが考え方です。それができてから次にだんだん遠くなっていけばいいだけなので、最初に遠い球を一生懸命練習するのは結構時間の無駄だと私は考えています。まあ、効率論から言いますね。時間の効率というのは絶対に外す球の練習しない方がいいです。入る球の練習しといて、目がちゃんとファイル化して写真として残してくれますから、要するに成功体験の厚みを目がちゃんと覚えます。そのために入る球、入れれる球を練習してください。これを今蹴飛ばして8見えるというところを分かってました。これ7に振りがあるので、またこっち戻してこれるという球なので、こっちからいきます。失敗しても6があります。3があります。はい、これ3が、これ3で一回りしましょう。今ちょっと一番触れてしまいました。これ球触りごめんなさい。不可抗力ということでちょっと勘弁してください。これちょろちょろでいいでしょう。あ、気持ち引き入れとかないと球死にませんね。はい、これで5番がちゃんと見えるというところで、球1、2個引きましょう。はい、これで少し引いてここに戻って6番にまっすぐというところから6番。はい、なんとかクリアしてますね。2、4、5、9。はい、あとボーラードで、これ人と戦ってるゲームじゃないっていうところ、ここちゃんと理解しておいてください。言い訳になっちゃうのかもしれませんけども、本当に玉触りちょんと触っちゃったとかいうのはそのまま続行してください。要は入れを測るゲームだということなので、人に対して対抗するゲームじゃないので、ファールという概念はないです。わざとに、球をずらして優しいところに持っていっちゃうみたいなのは、もうこれは全然論外の話で、突こうと思った瞬間に手玉ポッと触っちゃったぐらいならそのまま続行してください。あくまでも入れを測るゲームだという、まあ、入れと、まあ、ネキストのポジションですね、それを測るゲームだし、人と戦ってるゲームではないので、これはちょっとひねり入れといて2番狙いたいとこです。ああ弱いですね、かなり。7番にアタックになるかもしれません。はい、あれ7番保険でしたね、今ね。はい、ここで引きを入れて10番5番狙いになると思います。はい、5番は見えました。がまっすぐそのまま引ければまた、1番狙いかな。はい、これで1番狙いますね。1番でちょっと引いといて4番狙い、4番狙っといて気持ち前に行きましょう。はい、これで、10番狙える、9番狙える。で、9番狙う前に10番から、7番に向かっていきたいですね。はい、これで7番が見えた。
でちょっと引いて8番狙い、8番狙っといて、そのまんま向こうから跳ね返ったところで9番サイド狙います。はい、うまくいってます。はい、10フレームの1投目終了。今のところさっきのくだらないコンビミス以外はまだ外れてません。非常にありがたい展開です。10フレーム2投目になりますね。これはちょっと意地悪い球になったようです。2番厳しいです。これで1番はあります。7番あります。8番あります。8番ですね。8番が一番穴に近いので確率論的に8番で、3番に出れば OK と考えています。はい、一応3番に出ましたが月面、保険として10番が入ってました、1番がありましたというところの球です。10番で気持ち引いとけば、4番にアタックですね。これ6番見えます。はい、これで6番見えてますということですね。はい、6番サイド取って、2番に振りがあれば OK。 2番に振りがあるので出せますが、ここで1番先にやっつけといて、5番やっつけといてもこの辺の邪魔者消せるんで行きましょうか。で5番で、9番狙い、私は今、はい、これ9番狙いで7番処理したいと思ってました。これ前少し進みます。はい、これで7番いけて、その7番を使って少し前に行くと4番が見えてきます。はい、当然2番も目に入ってますよ。これで、4番まっすぐになりましたね。直引きで2番狙いに行ってもいいんですが、2番入れてバタでこっち3番入ってくれば3番狙えるんでバタでいきます。はい、ここで止まれば4番ですね。はい、うまくいってます。はい、10フレームの3投目、パンチアウトできるかどうかというところに入ってきました。これは我ながら予想外の嬉しい展開になってます。本当にコンビが惜しまれます。くだらないおごりのミスですね、あれは。ブレークちょっとずれたようです。ずれたがゆえにちょっと展開が怪しいですよ、これは。危ない危ない危ない。そこ避けたつもりだったんですけど、避けてませんね。何ですかこれは。拾ってください。はい、むらしい結果で終わりました。残念ながら、こんな結果になりました。残念ながら